僕たちがなんでこの毎週凱旋をしているか、なんでこの戦争法案と言われる、法律に反対しているのかっていうことをまず説明させていただきたいと思います。大きく2つのことが挙げられます。1点目は、立憲主義、あと議会制民主主義に反している、この法案の通し方、この法案自体が反しているっていうことです。でもう1つは、この法律では、僕たちの安全は保障されないんだっていうことを、しきりに安全を保障するための法律ですっていうことを、安倍さんをはじめ政府の方々は言っていますが、これでは、安全が保障できないっていう観点で僕たちは反対しています。その集団的自衛権が可能だということを憲法解釈の変更で変えるっていうんだけど、どういう解釈してるかっていうと、戦争はやめるって書いてあることを、これはどこでも戦争ができるっていうふうに読み替えるっていうわけですよね。いけないっていうのをね、できるって読み替えるっていうのはね、本当にこれは黒を白だというっていうことなんです。そうするとね、それをね、政府がやるんですよ。学校の先生がこんなこと言ったらね、子供困っちゃいます。それで学校の校長先生が言ったらね、先生方も困っちゃいます。で、校長先生どころかね、一国の首相がそういうこと言うわけです。一国の政府がそういうこと言うわけです。そうしたらこの社会はね、何がまともなことだって考えていけばいいか。これがまともだって言うとね、それは逆の意味に解釈しなくちゃいけないとか言うんでね。そしたら子供たちは何と言えばいいのか。犬はね、明日から猫って言わなきゃいけないのか、ネズミなのかとか言ってね、混乱してみんな気が狂っちゃうんです。私は現政権が成立を目指す安全保障関連法案に反対しています。国会での審議を重ね、国民の理解が深まれば深まるほど法案の矛盾や欠陥が次々と明らかになり、国民からの反対の声は今や無視できないほど大きなものとなっています。戦争に行きたくないという利己的な主張をする若者が出てきたのは戦後教育のせいだと。しかし私から今知ると、武藤議員、あなたのような発言をする大人を生み出してしまったこと、そしてそのような人間を政治家にしてしまったことこそが戦後教育の敗北です。8月6日朝起きたら、朝の8時でした。少し前でした。僕は慌てて NHK をつけました。そこから火星が映っていました。平和記念公園や原爆ドーム、続いて安倍首相がスピーチをしていました。ヤジが上がっていました。それを見たネットの反応は、平和記念式典でヤジなんてありえない、ふざけんなって、そういう声が上がっていました。僕はそれを見て思いました。ふざけんなって。俺の面を下げて、あの場で安倍さんが平和や安全を掲げる中、俺はその神経がわからないです。あの場に安倍さんが現れることがよっぽどふざけてるし、バカにしてると思います。僕は安倍さんの人格は否定したくないんです。けど政治家としての安倍さんは僕をどうしたって許せません。あの人の顔を毎日見ます。ネットで、テレビで、ツイッターで、フェイスブックで、見たくなくたって毎日見るんです。その度に悲しくなります。怒りが込み上げてきます。苦しくなります。だからといって感情的になって安倍さんを作ったりはしません。俺には俺の権利があります。あの人を権力の座から引きずり下ろす権利があります。戦争したがる総理はいらないんですよ。だから俺はやめろと叫ぶんです。初めての開催だったんですけれども、京都を上回る人数ということで、市民の方が良かったと思います。また引き続き、28日に神戸でもう一回やったんですけれども、京都各地で、広がっていけばいいなと思います。京都がたくさんおっしゃってましたけれども、今そのマスメディアがかなりコントロールされている状態で、インターネットの中のツイッターなどで、すいません、リーフレット持ってる人、ちょっと前に来ていただいていいですか。残ったものだけが残っていると私は思いますので、皆さん口コミにローカルなつながりをどんどん広げていくということで、一人一人の力がすごい重要になっていくと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。